こんにちは。どうぞお願いします。お願いします。お先はわらふじナルオと申しますよ。ろしくお願いします。差し上げてります。わらふじナルオは2018年キングオブコント準優勝の実力派芸人だにゃ。え、荒らさん、わらふじで。いやもちろんです。キングオブコントであるか、はい、見ておりました本当に。本当ですか。 よかった知ってくれててでもサンリオのキャラ何も知らないのにお笑いには詳しいお笑いは一応みんなお笑い詳しくないけどワルフジナルさんのことはマユミロちゃんに勝ったってことですそうですよクロミちゃん知らなかったですから知ってます知ってます知ってます僕でも知ってます先ほどまで本当ずっとそのキャラクター知って何も勝ってなくて単語がでも和ルフジナルさんはそ知ってる知ってたよかったですありがとうごありがとうございますお願いしますクロミちゃんじゃなくてデカミちゃんとか 何にも分かってないですありえないよもう半年ぐらいやってるんですけどすすごいでねこれ一応ね本の番組のそう YouTube ってことなんですけどそれがですねまあ僕はもう本当もう漫画専門といいますか渋村さんははいでまあ相方が最近読み出したんでね最近読むようにしてわざとしてそれはなんか 心境の変化的な。いやあの子供がいるんですよ。はい、もう三人いるんですけど、うん、上の子が小学生になって、うん、でやっぱ本読んでほしいじゃないですか。<ー><ー>絵本とかもね。それにはやっぱ親が読む姿を見せるべきだと思って。確かにあえらいら。とりあえずこう本を開いてこうやって座ってるって。読んでますん見てますよ。<laughs> ね、<laughs> 最近はどの本買ったんですか。 えーと、ジェノサイドっていう小説が、ぶっそうな名前の小説ですね。それ、いやこれがジェノサイド。そうなんですよ。ライブとかにも現場にもたまに持ってくるんです。よねこのガバックからジェノサイドっていう。これ幼虫意味。特殊ですよ。それもめちゃくちゃ楽しいです。で面白いんだね。今日はでもあえておすすめの漫画を藤原さんと口笛さんともにお持ちいただいてると。 そうなんですよ。すみません、二人とも漫画でっていうこと。でいやいや、全然。いやいやいや、漫画の話も聞きたいですもんね。普段がその小説が多いですから。そうですよね。だから楽屋でなんか恥ずかしいねっていう話。いや、そんなこと漫画も。二人とも漫画紹介するってなんか。今目の前に稲中だっていう。や、最高じゃないですか。もびっかりします。わかります。稲中って。稲中でもちょっと世代上のギャグ漫画って感じで、お兄ちゃんとかは読んでました。ね伝説的なもうギャグ漫画。面白いですよね。で、まあ、僕。 とかまあ原さんとかが世代ですよね。そうですね。その辺のヤングマガジンにまだ連載してぐらいの時から読んでましたけど、これ藤原さんのあこれはこれ僕です。ここにあるのは今全部僕です全部ですね。全部なろうさんチョイスで。確かにじゃちょっと一つずついきますか。 まあちょっとベタで申し訳ないんですけど、鋼の錬金術師はこれはもうね大ヒットで、もう映画化も実写化もされてるんですけど面白いでしょ面白十日交換。ありがとうございます。そうなんです。言わないですけど。十日交換。まあレ錬そうか十日交換とは言わない。結構なんかこう十日交換とかこととか、あの姿勢感のことも結構喋ってたりとか、割と大人な話もしてて深いですね結構ね。実はでなんかこう。 バッタバタ人がもう無残な殺され方をしていてダークファンタジーなんですけどでもそこまで暗すぎないっていう絵のタッチがそうさせてるのかわからないですけどだ非常に読みやすいんでだからまあヒットしたんだろうなっていうのでまあ見やすいんで僕はちょっとこれまあ見てもう万が一見てない人がいたら。 見てくださいよっていうお母さんをね取り戻しに行くって話で、そうなんですよ。ちょと鬼滅とも通じるものもあるのかなっていうそうですね。確かにやっぱヒット作に通ずる確かに兄弟ですしね。ね、それはそうですね。確かにもっと早いことやってたんだなっていうふうにオープニングからね、そのまあどちらの漫画もそうですけど、まあお母さんそう失ってはい。 衝撃的な始まりじゃないですか肉親を取り戻しにいくっていう,う話なので悪いやつも鬼に見えなくもないしね見ようと思えば見ようと思えばね別に <laughs> そこまで鬼滅とかぶせなくても別にもうヒットしてるからいいんだけど剣持ってる人もいたしねそういえばねキング・ブラッドレーとかねだけどだそこまでかぶせなくていい,い でアームズ、あこれ読んでない俺。あ読んでないですか。有名なんでしょうね。私これは分からないです。そうですかこの漫画。皆川亮次先生っていうまあこの人の作品が僕全部大体好きなんですけど、まあスプリガンっていう作品もあって、体がメカっぽいやつ。そうそうそう。でまああの最近なんかネットフリックスでアニメ化されたりしてるんですけど、その後に書いたやつで、まあこれもまあ要はまあバトル漫画なんですよ。でまあそのいろんなこう能力を持った。 人がもうこうバーンって腕でっかくなってとか、こう体全体が怪獣みたいになってとか、それをなんかイメージしてる。違いますよ。デフォ丸な形。ノーマルなんだ。あ、デフォデフォでした。デフォルカです。デフォです。あんまずじゃん。違うわ。これがまあ要は変身した後にこう手からビーム出たりとか、すごい跳躍力あったりとかっていう能力なんですけど、これはなんか。 いちいちちゃんととりあえず科学的にこういう理屈でこういうビームが出てるんだよとかが一応ちゃんと教えてくれるんですよ。とかのやつだっもそう何かもうポンって出たやつがすごいパワーで、うんえー、あれは何だったんだっていうのがちゃんとこういう科学の理論ができてて、うん、それを僕これ多分高校生とかに読んでたんですけど、はい、なんかこう。 大人になった気分にさせてくれるというかそういうこともやっぱ漫画で学んでいきますよね。そうなんです。半物質なんて知らなかったもんな。知らなかったんでしょ。そうそうそう。半物質っていうのがあるんです。とんでもない引力持ってるんですね。これはだから本当にあるやつだもんね。半物質っていう。これちょっとまあ話自体も面白いんですけど、あとまあそのキャラクターがこの人の着け全部そうなんですけど、言い回しが非常に大人っぽくてなんかこう上質なこう舞台を見てるような言い回しをするんですよ。 頭のいい人たちの冗談なんとか面白いシーンそれもなんか大人にさせてもらってるなんかイナチュとかがこっち来てたんですごいなんか情緒の激しいですね激しめでこれもちょっとおすすめですねノーマークでしたこれがだからこれ最終巻からのこれそうですね二十二巻まで出てるんで見てくださいわざわざ持ってきてもらってそして そしてちょっとすみませんえっとケンガンオメガこれご存知ですか知らなかったですこれも私なんか書店では見たことありますかはいこれが帯も殺戮のうわ本当だ蛇怪蛇怪しちゃうやつだこジェノサイドみたいにねこれがまあ今連載中なんですで最新の最新のやつなんですけどまあ。 剣牙アシラっていうのが10年ぐらい前から始まってて、剣牙アシラが終わってその続編なんですよ。なんでかというと、その僕続編の方がめちゃくちゃ面白いなと思ったんで、あんまなくないですか？続編の方が面白い。続編の方が飛躍的に面白いに相当。まあこれもあのまああの格闘技の漫画なんですけど、その剣牙アシラっていうのがそもそもそのなんか騎乗があって騎乗お抱えの格闘家があって。 でそれがこう戦わせてその勝った方の企業がこの土地総取りとか<ー>そんな話から始まってて、て、はい、その格闘技の人たち当事、ね、者たちのトトーナメントがあるんです、ねはい、だから行っちゃえば馬紀、まあ、みたいな始まりなんですよ。裏格闘技みたいな言われ方してるんですけどそれがケンガンアシュラーでそれで、えー、一回終わるんですけど、うん、ケンガンオメガになってから。うんうん またちょっっと変わててきもう同じ設定使えないでしょうねそのいろんな戦った人たちが仲間になったりとかもしてるんですけど胸圧なんですよ。でそういう人たちもいてで戦ったり仲間になってない負けたまま闇を抱えたまま消えたやつがまたちょっと戻ってきてよくないことをしてるなとか少年漫画にはあと虫っていう難しい方の虫虫3つの虫はい。 組織があるんですけど、うん、だからちょっとまあミステリーの要素ができてて、えー、この組織がなんでこ,のこんなことをしてるのかとか<ー>虫のスパイがいるんだけど誰なのかとか、うん、あ,あいつなんか急に死んだけどなんで誰にどういう意味で殺されたのかも分かってないとか。 だんだんスケールがでかくなってくそうねどんどんでかくなってって剣ンガアシラで描かれてなかった部分がだからケンガオメガを描くために一回剣ンガンアシラ描いたんじゃないかっていうぐらい前振りのために,ために週刊漫画ってそういう伏線を最後回収するの結構難しいのもあるじゃないですかただか人気がそう 人間なくなってきたら打ち切らなきゃね地できたらそ<う>、ね、思った通りに描けるけどそうそうそうひどい漫画とかも最後の2話ぐらいで全部ぐわーって力づくで,そうあですこれはだから思い通り描けてるんですよ描けてるから剣がアシュラで貼った伏線があの回収されないまま終わってるんですけど、うん、これ多分オメガで回収されるんだなとかもあって ターミネーター以来の続編が面白いターミネーターはまあまあ人によると思うけど 2> 2あの3は良かった,た、まあね、3はねちょっとあれでしたけどなかったことになってますねそうですね、はい、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします